最新日本人 CL 出場数ゴールアシスト。俊さんあの FK2 発だけなのか。しょぼすぎて吹き出してしまった CL で日本人こんなにしょぼいのか、そら海外サッカー人気も低迷するわな。CL でいいとこまで行っても報道されなかったら大谷ができるけど、今の感じで行ってもただの半眼びいきにしかならんからな。孫フンミンが数日気抜けてるだけで、あのパクチソンで最後10試合以上出てて CL では44なやからな。バリバリ前線でやってた PSV の時でさえ16試合 1G とかそんなもんやし。数字だけで言えば香川はパクチソン超えてるし、南野はパクチソンに並んでる。パクチソンの方が選手としては上だとは思うけど。誰に28試合11ゴール8アシスト、損より得点率高いインテルでゴールスコアラー超える可能性すらある。ねえよ。ラウタロの控えでラウタロより年も上で、未だにセリエで0ゴールじゃねえか。ねえよとか願望知らねえよ。あと5ゴール完了で並ぶ途中出場から、タレミの得点力なら可能性は十分ある。タレミは来年も出て、損は CL 今年も来年もどうせ出れない。CL ゴールアシスト統計、日本の圧倒的勝利、日本3ゴール27アシスト 31GA58、 韓国ゴール28アシスト 17GA45。日本人の方が上でくさ。まあ韓国人とかパクチソンとソンフンミンだけだからな。ポジション違うからチソンと香川別物。ポジション的には香川よりパクは点に絡まないとダメなポジションだぞ。PSV 時代は特にな。頭おかしい守備的 MF のパクと攻撃的 MF の香川。PSV 時代とかも知らないに若すぎ。日本人が日本人の結果見て吹き出してバカにするとか、もう病気やら自分のこと鏡で見た瞬間絶命しそう。孫フンミン誇っている人が吹き出しているのでは？他の上位忘れるな。本田11試合3ゴール3アシスト、中村17試合2ゴール3アシスト、古橋14試合3ゴール1アシスト、鎌田15試合3ゴール。